高下電気鉄道で、破百型電車は、高下電気鉄道の電車。1928年の高下線開業に際して、製造され、以後1970年代まで、同線の主力車両として運用された。大手私鉄上都車の大量導入で、第一線を退いてからも2両が残存し、うちトップナンバーの出ハ101号は、製造後90年以上を経た2020年時点でも、 車席があり、胴体保存されている。現在、日本で現存する数少ない稼働状態の、吊り掛け駆動式、旧型電車である。本項目では、同型の荷物、合わせ作り車である、デファニ50型電車についても記述する。1928年11月の路線開業にあたり、同年10月に、 神戸の川崎車両でデハ101から104と、デハに51.52の合計6両が製造された。半構成の16メートル級車で、デハ100型は3扉構成で、窓配置 1D5D5D1 となっている。これに対し、デハに50型は2扉構成で、西木流域寄りにベッド専用の荷物扉とともに、荷物室を設けている。いずれも、 つま面に3枚の窓が並ぶ、非貫通構造で、単行運転が可能な両運転台車である。川崎車両は、分社前の川崎造船所時代から構成者の開発に熱心であり、本形式が設計された1928年の段階では、前身である川崎造船所時代から数えてに、世代目に相当する設計を行うようになっていた。この結果、深い丸屋根に、 リベットの多い車体とやや腰高な窓の位置、それに中間部のみ断面積を大きくした、漁服式大枠を備え、川造形と呼ばれた第一世代の構成車群に対し、浅いマリアネを備えたリベットの少ない車体、窓の位置が低くなって、い板部分が目立つようになった側板など、その設計は大きく変貌しており、強烈ではないが独特な個性のある外観を持つ。なお、ベンチレーターは、 川造形から継承した当時の電車で一般的であったお椀型と呼ばれる半球状のタイプである。また、竣工の時点では、運転台は中央に配置され、側窓は二段上昇式となっている。座席は両形式ともにロングシートである。SE-132 モーター3機、工芸電鉄応募工場にて撮影。手前の1機はカットアウトされている。 芝浦製作所 SE-132B を拡大車に2機ずつ送火する。駆動装置は吊り掛け駆動方式による一段減速波数比は22、67である。この SE-132B は、ゼネラルエレクトリック車と提携関係にあった芝浦製作所が例外的に製造した GE 車のライバルである。 ウェスティングハウスエレクトリック車製 WH-556J6 の忠実なコピー品である。制御回路が低電圧で動作し、電磁空気単位スイッチにより、手動診断を行うシンプルな HB 制御機を搭載する。1970年代までの高芸電気鉄道の電車の多くは、自社発注車、譲り受け車、車体更新車を問わず、 ウエスティングハウス製もしくはこれと同型で互換性のある三菱電機製 HB 制御機を標準的に搭載しており、保有者総合で機器類のローテーションも生じていた。デハ100型も例外でなく2016年時点で現存する1928年製のデハ104号は昭和26年6月製の三菱電機 CB8-231A 制御機を搭載しており、 一方で、ジャンパ船のプラグには、ウエスティングハウスの刻印が装着されるなど、機器の混用や、乾燥の痕跡が確認できる。デハ104の川崎小型台車枕バネは奥まった、位置にある、コイルバネで、外からは見えにくい本形式の最大の特徴は、車体ではなく、川崎車両の設計になる、古代車にある。これは一見、当時広く用いられていた。 ボールドウィンイ型の忠実なコピー品に見える、至ってシンプルな、平らリベット組み立て式イコライザー台車である。だが、実はこの台車は、設計当時としては異例なことに枕羽を通常の重ね板羽ではなく、コイルる羽とし、さらに竣工当時は軸受けを、ローラーベアリングとした、非常に意欲的かつ先進的な設計の台車であった。設計当時、ローラーベアリングは、 非力な機関を使用する機動車において、軌道抵抗を少しでも低減する目的で広く採用されるようになりつつあったが、電車での採用事例はほぼ皆無で、新京阪鉄道が P-6K2 両に試験装着した例が目立つ程度であったため、この新規開業の地方施設による全面採用は枕羽根のコイルバネ化と共に注目すべき試みであった。 もっともオイルダンパーが実用化されていない当時の設計では減衰作用のないコイルバネを枕バネに用いるメリットは少なく吉野鉄道もハ201型に同様の枕バネ機構を備えた台車が納入されたもののこちらは同車線の軌道との不適合もあって早期に通常の重ね板バネを用いるタイプのものに改造されており日本では第二次世界大戦後アメリカから オイルダンパーが導入されるまで全コイルバネ台車の製造は途絶えている。また、本台車のもう一つの特徴であったローラーベアリングについては摩耗部品の供給難から継続採用が断念され、戦時中に一般的なプレーンベアリングに交換されている。開業以来長らく主力車として徴用された。もっともその分車体の疲弊も著しく、 早い時期から、たびたび修繕や改造が実施されてきたが、製造後20年以上を経過して、抜本的な改修が必要となり、1952年のデハに50型を皮切りに、1956年までにデハ100型を含む6両全車の更新改造を行い、この際、両形式ともとビライチの変更などが施行されている。 特に出ハ100型については3扉を2扉とし、扉位置も車体中央より2移設、乗務員扉を追加設置し、側窓を広窓とすることで、窓配置が D2D6D2D となった。また、この際制御車の増結に備えて、中央前橋駅方への貫通路設置や、運転台機器の移設による右側片隅配置への、 変更なども行われており、まさに大改造であった。なお、この車体更新に際し、デハ101.10304の産業については、大半の溶接化によりリベットの数を削減し、さらに窓の上下の補強体である、ウィンドウシルウィンドウヘッダーを、従前の細いものから平たく幅広で丈夫なものへ、交換することで、窓周りの強化を実現している。 本形式は春工当初内装がニス塗りであったが、後にペンキ塗りつぶしとなった。また、窓枠も当初の二段上昇式から、後年にアルミサッシ一段上昇式に変更されている。1977年から1981年にかけて、工芸電鉄では、西武鉄道からの中古車導入による車両標準化が進められ、携帯、性能とも手術だったであった。 在来車群はデーハ100デーハに50型を含め、そのほとんどが廃車された。当時の抗議船では、赤木駅三又駅間の石油タンク車輸送などに、若干の貨物輸送需要が残存していたが、電気機関車が在籍しておらず、補線列車用のホッパ貨車ともども、これを両運転台式の電車で牽引していた。このため、一両で運転可能な本形式に、機関車代用車として、 白羽の矢が立ち、デハ101.104の2両を、電気機関車大王の専用車として残すことになった。この際、主務者的な位置づけのデハ101については、貨物列車の牽引力を増すため、1979年7月に、波数比を16、73イコール4.5625と、低速向けに変更している。これら2両は、 カ車ャ員以外にも運用に余裕があることから、通学の高校生で混雑する平日朝には、大号駅発中央、前橋駅の片道区間電車として、炭鉱で運転され、西気流から直通する定期列車の輸送力不足を補った。この時期には朝ラッシュ時に、中央前橋へ到着後は、一旦、三つ股駅まで改装、ここから前日に県員してきて、 荷おろしを済ませてあった空にのタンク車を牽引して赤木まで改装するという運用を行っていた。貨物輸送の廃止後は朝の片道運用後に車庫のある大号へ直接改装される運用管理となったが末期には往復とも客扱いを行うようになった。この運用も車齢の高さから1997年に撤退し、以後の定期的な旅客運用はなくなった。 このため、余剰となった、デハ104が、長期級車の後で助手席となっている。この間、高下線の主力車両は、西武鉄道中古車、東武鉄道中古車、京王電鉄中古車と推移したが、デハ101への影響はなかった。2018年現在は、牽引力の強いデハ101が、稼働状態で、車席を保っており、胴体保存も兼ねる形で、 年に数回の臨時列車、貸切列車やバラスト散布のための工事列車検引機として走行している。工術の内装にすぬり復元に際しては、従前、交換組み立て部材の通常型パンタグラフ装備であったところ、戦後しばらくの電車に多用された、下部に後半折り曲げ部材を用いる、ラーメン構造の簡易型 PS13 タイプに乾燥されている。また、 デハ104は除籍されたものの、ほぼ原型のままで、黄号駅南側側線に長く留置されており、外観の痛みが進んでいたが、2006年5月27.28日の黄号車両区のイベントに合わせ、1960年代以来のカラシ色に再塗装された。以後、イベント時には黄号車両区構内で展示されるようになり、貫通路側を従前と反対の西木流側に向ける。 方向転換も行われている。現在、デハ100型は、群馬県近代海産に登録されている。運行当初は茶色であったのが、1960年代以降、黄色一色、薄いオレンジ色、300型に合わせてグレーに、腰板下部の白いラインを境に、裾が、ライトグリーンの塗り分け、と運用変更などの機械ごとに変更された。現在では、デハ101は、 運行開始当時と類似の茶色に、デハ104は蒸気のような黄色に塗装されており、デハ101については内装の塗装を剥離して、ニス塗りに戻す工事が実施されている。ありがとうございます。